せっかくだったら走るだけじゃなくて外部に対しても供給できるようにしよう。でただやっぱ車のモーターを回すにはやっぱ何百ワットっていう、まあ、出力の電源になりますので、それをやっぱ家庭用の電源、まあ、100ボルトに変換するためにこのトランクについたこのユニットで、まあ、変圧して外部に対して供給をしている。で電気の供給する能力としては、まあ、10万アンペアが、まあ、6キロとありますので、まあ9キロワット、まあ、9000ワットで、9000ワットで、まあ、7時間連続で出せるだけの能力。電気を使ってモーターを回して走るんです。で一般的な燃料電池車、まあ、電気自動車は最近流行ってると思うんですけども、